それでは、動物危機管理学概論第18回目の、講義を始めたいと思います。18回目は、現在問題になっている、小林製薬の、紅麹、コレストヘルプと、食品表示法の改正によって作られた、機能性表示食品に関する問題について、皆さんでディベートをして方向性を見つけてほしいという思いで、この講義を組みました。主なテーマとしては、人の、機能性表示食品という食品カテゴリーのことの是非について、から将来のことを考えて動物用保健機能食品というカテゴリーを新設する必要があるのかないのか、といったようなことを、それぞれの意見でグループに分かれて、ディベートして、危機管理というものを理解してもらいたいというふうに思います。それでは3つの大きな構成になっています。最初の紅麹、コレステヘルプの問題ということで、キーワードは、プベルル酸。ここに1と書いてある7因環のものですね。から、結果的には、おそらく青カビが飛び込んで、また新規の、毒性物質も、収縮されるという格好で、化合物 YZ というような、この6因環2つに、また収縮のついた、もの、これらについての経緯を説明したいと思います。紅麹が提出した問題ということですけど、そこに、紅麹が出ています。紅麹の発酵によって生み出される成分というのは、実にいろいろな有効成分があります。通常考えてみれば発酵もそうですけれども、細菌あるいは真菌が増えてそこで作られる物質というのは、細菌の代謝を考え、また生成物を考えれば、数十はあるわけですけれども、それを全部、網羅的にいくということは難しい。考えてみると食品にはそういう側面があって、もともとその組成を見れば複雑系でですね、化学合成した、医薬品とか、あるいは、成分の分かったものを混ぜた、特保みたいなもの、あるいは、化学肥料みたいなもの、化学的に合成したようなもの、あるいは、遺伝子発現で単独のタンパクとして取り出したものというようなものは、単純系で分かりやすいんですけれども、こういう生物が、生薬に至るまでですね、生物が生み出したものを、その成分について網羅的に調べるというのはほとんど不可能で、ここにあるように、紅麹が生み出す、利点ですね。蒸した米に、紅麹菌、紅麹カビ、モナスカス属のカビを混ぜて発酵させたものが、紅麹ですけれども、名前の通り赤い色素が、生まれて、それが特徴です。しかし、これが機能性表示食品として、出たのは、その中で大きく2つの、生成物が有効成分として、健康の維持、あるいは、補助といったものの、能力があるということになります。その一つが、GABA ですね。ガンマアミノラクサ。構造式を覚えておいてください。そこにあるように、C が1、2、3、4つあります。末端が COH ですから、カルボン酸になっているんですけれども、アルファ、ベータ、ガンマと、C が右からあるその、ガンマの位置に、
アミノ基がついたので、ガンマ、アミノ、酪酸、ブチリックアシドですね。したがって、まあ、ギャバという名前の意味が分かれば、この構造式は、おのずと、頭に浮かぶというところまで来ていれば大したものです。これもう一つは、もう一つが特に、特徴で、この、モナコリン系。後で、化合物、YZ の時に問題になりますけど、この、モナコリン系。これが、もう一つの特徴で、そうですね。もう一つ、今度は、後で出てくる毒素の問題もあります。このモナコリン系は、まあ、似てるといえば似てますけれども、6因環2つに1個上がって、6因環に O を入れた、まあ、ステロイドにはもう5因環が1個足りませんけど、似た構造といえば似た構造ですけど、これが、コレステロールの抑制作用があるということで、まあ、ギャバの血圧低下、リフレッシュ効果から、この、赤い色素成分そのものにも抗酸化作用があるというので、まあ、いろいろ健康に役に立つという意味で、機能性を持った食品ということで、機能性表示食品に、登録されたということになります。で、もう一つ、ベニコウジンが初めから持っていた問題として、シトリニンという、毒素があります。ベニコウジ、赤コウジ。それが生成する物質の一つのこの、先ほどのこれで見ると、やっぱりちょっと違いますね。6因環 O を挟んだ格好のに、末端にやはり COH ですから、カルボン酸がくっついた格好になっていますけれども、そうですね、カルボキシメチルフェノールみたいな、格好、ちょっと複雑にした格好ですけれども、このシトリニンが、この毒素は腎臓に障害を与える可能性があるということで、まあ、ヨーロッパをはじめ結構問題にされました。健康リスクが指摘されていると。まあ、それで、この小林製薬は、その、シトリニンを作らせなければいいのであるということを考えたわけです。まあ、そこにあるシトリニン、ヘザーリントン並びに、ライストリックですかね。1931年に、ペニシリンカビの方ですね。ペニシリウム、シトリナムの培養液から、管理されたマイコトキシンであると。穀物やチーズ、日本酒、赤色色素に、使ったこの、紅麹の作る、毒素ということになっています。で、小林製薬がやったことは、この、紅麹菌、ムラスカス、ピローサス、これの全ゲノムを解析して、このシトリニン合成系の遺伝子をノックアウトしたという格好で、安全性を謳っているので、まあ、これは科学的に、サイエンティフィックに、非常に、インプレッションの強いメッセージになっていると思います。まあ、したがって、この、日本で利用される、食品用途に使用される紅麹菌については、安全性が保証されているということになります。それで、今回問題になったのは、この、シトリニンではなくてですね、その、ウベルル酸という新しい酸ですけど、これは紅麹が作る、毒素ではありません。ウベルル酸は、紅麹サプリメント、特に紅麹コレストヘルプに関連して起こる腎障害ですね、健康被害の中で発見された、新しい毒素です。で、まあ、後で見るように、この7因環の毒素で、紅麹菌が作るものではない、
で、何が作るかというと、通常、そこにあるペニシリン属の青カビですね。が生成される天然の毒素で。毒素といっても、もう片っぽでは抗生物質の特性を持つし、マラリア等にも、使えるのではないかとか、いろいろな側面を言われていますけれども、まあ、副作用としては腎臓に、影響するということが考えられることです。まあ、具体的に腎臓にどんな影響を及ぼすかというのは、徐々にはっきりしてますけど、まあ、今回飛び込んだ時には、あまりわからなかったというような、解説もあります。まあ、原因は、小林製薬が製造過程のどっかで、プエル酸が含まれるということを、まあ、だんだん明らかになって、紅麹自体は作らないということを考えると、製造過程のどっかで、例えば紅麹菌を増殖しているときに、外部から混入してきたんじゃないかというコンタミ説が、高くなってきました。まあ、可能性だけであれば、そのテロというような問題もあるし、まあ、環境中から偶然飛び込むか、あるいは麹菌を培養しているときに入るか、あるいはその後の製造流通過程で入るかということですけれども、まあ、そこら辺は疫学的な状況から特定の機関の特定のロットにこれが出てくるということから、おそらく製造工程中に青カビが入っただろうということになりつつあります。まあ、この、まあ、サプリメントですかね。機能性表示食品が高齢者に健康被害を引き起こすということが、まあ、後で出てきます。報告されて、まあ、小林製薬の中では検討したんでしょうけど、2ヶ月と経って被害が大きくなって、問題になって小林製薬が製品回収を行う。同時に原因の究明にも努めているというようなことが発表されております。まあ、新しい情報で、紅麹製造工場、大阪、和歌山、ともに環境中に青カビが汚染していたというようなことが報告されています。まあ、その青カビの、写真を載っけておきました。で、ここに問題になったそのプベルル酸というんですけれども、ちょっと、珍しいというか、ないわけではないですけれども、通常のベンゼン管の6イン管にC がもう一個入った、7イン管と呼んでますけれども、二重結合3つ、カルボ酸が1個くっついて、外に、カルボキシがついた後、反対側に、COOH のカルボン酸がくっついている、青カビ一種の代謝産物から見つかった天然化合物、黄色い粉末状の化合物で、まあ、C の8、H の6、O の6と言われても、このプエルン酸を想像するわけにはいきませんですね。7イン管の有機酸化合物、トロポロン類、あるいはトロポノイド、グラム陽性菌に対する殺菌作用が非常に強いし、また、抗生物質で抗マラリア、そういう抗生物質ですけど、抗マラリア薬としても注目されています。1932年、さっきのこっちの方が見つかったのが1931年、シトリニンの次の年なんですね。待ってください。1932年に、ブリッキン症ですかね。ライストリックが、ペニシリウム、プバルールから産生されるという、この化合物を報告しました。プベルルム、あるいはプバラールムですけれども、ここから名前を取ってプベルル酸という名前になっています。いろいろな青カビが、産生するということです。まあ、水存在下100度 C で加熱すると、プベルロン酸、ここに、カルボン酸がもう一個、5塩管のような形でついていますけれども、ここが切れて、プベルル酸になるということです。
まあ、小林製薬の経緯を簡単に、まとめたものがあったので、そのままもらいました。1月15日、日大の先生ですって、最初の症例が報告されて、3例目くらいになって通告して、まあ、なかなか、小林製薬の反応が悪かったんですけれども、まあ、3月22日、利用者13人に、腎疾患、浮腫、倦怠感等の健康被害が出るということまで言って、メニコジサプリメントの使用をまず、止めると。で、これに関連してできている5製品の回収を始めて、6人が入院、25日に別に2人が入院、26日に、まあ、3年間継続してメニコジ成分を健康食品として摂取していた1人が、腎疾患で2月にも死んでいたという発表を回しました。から、小林製薬への厚労省のヒアリングで別の一人の死亡事故というのも、まあ、明らかになって、28日にはさらに2人の死亡例が出て、まあ、直接関連するかどうかわからないけど、死者は4人ということになります。まあ、そして29日に、どうも、紅麹の中に入っていた従来の分かっていた成分ではなくて未知の物質と言われたのがこの、プベルル酸だろうということになりました。まあ、対策本部を設置して調査チームが4月に入って、から9日に、日本腎臓学会の調査で、大半の患者が、まあ、障害と言ってましたけど、実際には腎臓の、尿酸管機能に障害が出てきているんだということで、腎障害の原因がはっきりしてきました。で、臨床的には、ファンコ認証候群という、臨床名があるんですけど、まあ、それに、非常に類似したものになるというか、まあ、ファンコ認証候群に、相当するということになって、まあ、それから逆を言わせると、紅麹コレステヘルプでの健康被害は95人というところまでいきます。どんどん増えていきますけど。で、19日に、プベル酸以外に通帳入っていない、まあ、後で、メジャーとしてはプベルル酸と、この化合物 Y と Z という、まあ、3つが、メジャーの、これまでにない、毒素だったということになっていきます。5月28日、国立医薬品食品衛生研究所と、大阪の健康安全基盤研究所ですね。基盤研と、まあ、昔の英検ですけれども、この2箇所で、プベルル酸、あるいは、紅麹サプリをラットに投与すると、腎臓尿細管の壊死を引き起こすということになって、まあ、かなり絞られてきました。まあ、担当者はプベルル酸が原因とは断定できないとしていますけど、まあ、エビデンス的には、プベルル酸および化合物 YZ というものがメジャーな腎障害の原因ではないかということに、だんだんと絞られてきています。まあ、その中でこの、ファンコーニ症候群という名前が出てくるんですけど、ファンコーニ症候群というのは腎臓の近位尿細管、まあ、一番大事ですね。糸球体で、ろ過して原尿を作って、まあ、そこには分子量的に、振るわれて、まあ、普通の機能であれば60キロダルトですね、アルブミンよりもちょっと小さなものは大体通してしまうんですけど、それを、キーの尿細管、A の尿細管でそれぞれ、再吸収して、拾い上げるんですけれども、まあ、そこが機能不全を起こしてしまうというので、生体に必要な糖ですね、グルコース、ブドウ糖、それからアミノ酸、尿酸、リン酸、それから炭酸水素塩、これが、再吸収するべきところで再吸収されないで尿中に出るということになります。まあ、診断は尿中に出るので、糖、それから、リン酸尿、アミノ酸尿、
要するにタンパクと糖と、リン酸が出るかということを、まあ、チェックすると、診断可能ということで、まあ、病気としては遺伝性のものと、薬剤性金属性等の重金属の、後天性のものとありますけど、まあ、今回の場合は後天性の方に入るかと思います。臨床問題としては、近位尿細管の足底膜に発現しているナトリウムカリウムエディピアーゼの機能不全ということで、先ほど言った、グルコース、アミノ酸、リン酸、尿酸等が再吸収されずに尿中に行ってしまうということで、まあ、その結果として、その、ファンコーニ・ビッケ症候群には、ナトリウム非依存性のグルコース、トランスポーターですね。グルト2の1000点以上のために、糖が外へ出ないと。で、肝臓に中に溜まるという、まあ、糖、グリコーゲンディズの、11型と、ファンコーニ用症状を呈する、まあ、合併症があるんですけれども、まあ、この場合には、炭酸水素塩が、少なくなるというので、近尿細管性アシドーシスになります。HCO3 ですから、マイナスイオンの方が 出ていってしまうということになります。まあ、したがって、pH の方は、下がることになりますかね。から、リン酸が足りなくなるということで、骨代謝。リンとカルシウムは裏歯になりますので、ビタミン D、カルシウムが十分量あっても来る病という状態になります。ファンコーニ症候群というのは、この、まあ、ファンコーニさんですね。この名前を取っております。小児、乳幼児とありますけど、まあ、成人では骨軟化症、筋力低下、多尿症、成長障害、アシドーシス、低、リップじゃないよ、これ、低カリウム、ナトリウム、それから高、クロライド血症を起こすということになります。まあ、臨床を思い出してくれればわかるかと思います。で、まあ、今回の問題は、基本的には青カビが、汚染した、コンタミンしただろうと。まあ、人為的なバイオテロはあまりありそうになかったと。非人為的で考えると、工場内の製造工程のエラー、まあ、これが一番、疑われた原因です。まあ、製造工程、他の物質のコンタミンでプペル酸だけ入るということはありえない。工場外の流通過程でのエラーで、特定のロットに限られるということを考えると、流通エラーということもないし、まあ、消費者の、利用過誤で、飲みすぎたとかっていうことでもないというの。まあ、これにはもう入院患者が196人、死者5人というので、エラーとしては多すぎるということで、まあ、工場内の、製造工程、GMP レベルの問題、青カビのコンタミということにだんだん絞られてきております。で、この青カビ自身、工場のあちこちから、取れるんですけど、それは、ここにある、ペニシリウム、アダメティオイデスという青カビということになってきています。まあ、健康被害が報告された小林製薬のコレストヘルプの製品、ロットから青カビ由来の、プベルル酸が検出された。で、厚労省によると、毒性が非常に強くて、サプリには通常含まれない、これが入っていた。で、戻り調査で昨年4月から2023年4月から10月に製造された原料、まあ、特に7月から9月ですね、が、問題だと。9月の製造分に最も多く含まれていると、プベルル酸が。で、国立薬品食品衛生研究所、同社から原料などサンプルの提供を受けて分析をして、先ほどのラットの実験結果が出てきています。まあ、同時に、大阪市で製造した、紅麹サプリメントから健康被害が出てきているんですけど、
そのサプリからプベル酸以外に、2種類の化合物が入っているということで、まあ、これが化合物 Y と化合物 Z という名前がついて、まあ、大きくこの3つの物質がメジャーに検出されると。で、青カビの混入が原因と見られて、まあ、プベル酸が腎機能に悪影響を及ぼすということは、ラットによる実験で確認されたということで、まあ、追って、化合物 YZ も問題であるということになってきています。まあ、この、菌の、ペニシリウム、アダマンテチオイデスというのは、韓国のワイン用のチオン数種のブドウですね。この腐敗したブドウから分離されてるけど、まあ、かなり土壌菌的に、ユビキタスにあちこちにあるという、青カビのようです。まあ、この青カビが、紅麹製品に関連していると。小林製薬が製造した紅麹製品からも発見されたと。で、まあ、この製品には、紅麹ポリケチドと呼ばれる、活性物質が含まれていて、これは、モナコリン系と類似しています。まあ、研究者は、健康被害を起こしたバチにおいても、モナコリン系と一緒に、存在する2つの追加化合物、Y と Z が、特定されたということを発表しています。で、まあ、構造式はモナコリン系と非常に似ていて、修飾、枝分かれした、分岐した修飾サイズのところが少し違う。ただ、その生成メカニズムがまだはっきりしないということですけれども、まあ、徐々に、それも分かってきております。紅麹製品を製造した大阪工場、和歌山工場の両方からこのペニシリンカビができていると。この菌そのものは、アダマンティオイデス、ロバスタチン、要するに スタチン系ですから、まあ、脂質の代謝阻害で、高脂血症を下げるやつですけども、モナコリン系を、単独では、生産しています。しかし、ここで問題が起こってですね、ここで見つかった、YZ というのは、ペニシリンカビが作るモナコリン系ではなくて、それの修飾されたモナコリン系を修飾した化合物 YZ という、ことになってきました。まあ結局、これは最終的には、麹カビと青カビが共存することによって、その修飾体、新しい、今まで見つかっていなかった化合物 YZ として、出てきたということになります。毒性試験で化合物 Y と化合物 Z について、ラットの腎毒性試験を行って、両化合物とも、実験動物で腎障害を起こすと。いうことが分かってきております。まあ、結論として、この紅麹の培養基に汚染したのは、ペニシリウム、アダメチオイデスで、培養段階で発生して共培養が起こってしまったと。紅麹菌との共培養によって、まあ、青カビの方から出たプール酸と、それから、両菌によって、修飾されたモナカリン系が化合物 Y および化合物 Z に変化して、微生物の相互作用によって、想像できなかった化合物、あるいは健康への影響になったという、まあ、興味深い結果だと、まあ、サイエンスとすればそういうことになるということです。まあ、もう一回この K2 の整理を、薬食品衛生研究所でまとめてくれた図ですけれども、まあ、有用成分の、紅麹の、ポリケチド、モナコリン系が、まあ、GABA と一緒に有用成分として出てきていますけれども、このうち、原料品ロットですね、令和5年6、7、8月製造分に、
青カビが混入したということが明らかになってきています。まあ、これはその矢印を見ると、健康被害情報のないロットと健康被害情報のあるロットの、LC マスですね、質量分析等の理化学検査で差し引き計算すると、問題になって上がってきたのがプエブル酸と化合物 Y と Z という3種類の、化合物が同定されたと。で、まあ、基準としては、同定された化合物が、ベニ麹菌と青カビ共存下において、産生できるということで、これはまあ、共培養した結果としても明らかになってきております。まあ、最後の人毒性は、同定された化合物の毒性を動物実験で検証するということで、プエル酸も、それから化合物 YZ も腎障害を実験動物で起こすということが検証されてきております。まあ、これはちょっと科学者の専門家的になっていますけれども、まあ、化合物 YZ は単位が完了できて、いずれもモナコリン系と基本骨格はほとんど同じであると。で、麹菌がモナコリン系を産生する過程で青カビの介在で、修飾されて化合物 YZ になると考えています。まあ、その本が発生基準のところに書いてあります。和歌山工場、大阪工場、青カビ、プエル酸が見つかると。から共培養すると、YZ が できると。で、まあ実際、ラットに移すと、そこにあるプエル酸単独ですと、やはり、筋尿細管の間に障害が起きて細胞浸潤が起きていますけれども、プエル酸と化合物 YZ まで入れると、さらにこの、尿細管区が非常に広がって粗鬆になったのと、細胞浸潤は非常に強く出ています。一番右はコントロールで、通常の筋尿細管というので、まあ、病理学者が見れば、この病態の強さというのは、割合、顕微鏡的にははっきり見られるということを報告しています。まあ、化学構造で見ると、先ほどの3つの化合物ですけど、1のプエル酸は先ほど言った7因環、ラットに腎障害を起こす。で、今度は新しく、プエル酸以外に見つかった、化合物 YZ っていうのは基本的には、モナコリン系ですね。このステロールに似た、高脂肪、あるいは高脂肪症、脂肪血症を下げる、コレステロールを下げるところですけど、ここの、2つのロック因環のところはそのままですけど、このモナコリン系に関して、分岐したところに、カルボン酸ですね、COH が入って、COCC、アセチルカルボン酸になってますね、C、もう一個 C がついてます。これが2個ついてるのは Y。Z の方は、6因環1つのところがハイドロキシになるけど、もう片方の方の分岐についてるところはまだ分かっていませんけど。は基本的にはモナカリン系の誘導体というふうに考えられています。まあ、工場内の青カビが、培養段階で混入し、米、培地を栄養源としてプエル酸を産生する。だから工場内の青カビが、ベニ麹菌と共培養によってモナカリン系を修飾して化合物 YZ が生成された。だからプエル酸はもうすでに腎障害を確認して、今、化合物 YZ については動物実験で、腎障害の寄与度を確認するということですけど、まあ、先ほどの、この病変から見れば、プエル酸単独よりも、プエル酸と YZ を入れた、というか混合物の方がかなり、毒性が激しいということは、想定できるのではないかというふうに思います。これが、まあ、サイエンティフィックというか科学的に見た、今回の問題の、本質ということですけど、まあ、その点から考えれば、その行政的には、
麹カビの培養のところで青カビが飛び込んだという製造工程上の、安全性管理の、問題と、まあ、そういう問題が起きたことが、判明するのに、かなりの時間がかかったという問題点と、そのために、たくさんの患者を作り出してしまったという、対応のまずさが問題になってくるかと思います。まあ、したがって、ここで出てきたその機能性表示食品というのは一体何なんだろうか。これはどうも、一般食品と、まあ、いつも食事で食べる一般食品の他に、医薬品と食品と大きく分かれますけど、その食品の中で、健康食品という、一つのカテゴリーがあって、そこに、保健機能食品という、カテゴリーが入って、その一つに、この機能性表示食品という、カテゴリーが入ってくるということになりますけれども、まあ、保健機能食品の中で最初にできた特保ですね。特定、保健機能食品。これはもう、1991年かな。30年くらい経つけど、まだ、大体1000件くらいが、認証されていますけれども、一番最後にカテゴリー化されたこの機能性表示食品っていうのは、まあ、特定の機能を持っているということを表示できた食品で、最近、まあ、特保に比べれば、審査のところが非常に簡便であるということで、どんどんと企業が侵入してきて、まあ現在、7000件くらいが届け出られているという域で、一気に伸びてきて、まあその分、問題も多いということになりますし、被害の数も多いということになります。人が口から摂取するものをもう一回分けると、大きく、医薬品があります。薬機法で決めてあります。ここには、医薬品、医薬部外品、それから再生医療等製品、等があります。それから、医薬品でない食品の方には、健康食品、一般の食品と、健康食品というのがあって、この健康食品の中に、いわゆる健康食品と言われる、ここら辺がかなり微妙で、まあ、サプリメントが、機能性表示食品に入るという考えもありますし、いや、外だという考えもありますけど、まあ、いわゆる健康食品としてはサプリメント、健康補助食品、栄養補助食品、自然食品と、これはその保健機能食品と違って、その機能を身体に対する具体的な機能をこれに効きます。こういう能力がありますっていうことを書くことができない、食品群。それに対して、保健機能食品っていうのは、国が定めた基準に従って、その食品が持っている機能を、まあ、包みなり、裏なりに、表示できるという、食品です。これには特保の特定保健用食品、特定の疾患に対してサプリメントする、あるいは、機能を改善、あるいは、予防治療の方にも、医薬品ではないけれども、そういう効果を持っているなら、それをかけるという。だから栄養機能食品っていうのは、後で、あれですけれども、オメガ3の脂肪酸2種類と、ビタミン、ビタミン8種類ですかね、それからミネラル13種類。もうすでにリストがあって、それを含む、そのどれかを含む、あるいはいくつかを含む、機能の食品というのが栄養機能食品です。機能性表示食品というのは一番最後にできたカテゴリーで、まあ、特定というか、ある種の、体の健康を増進する機能を持った、食品であるということで、まあ、特保のような審査が事前にあって科学的なエビデンスを検証されるという厳しさはない。
栄養機能のようにもう入っているものは、これとこれとこれの許可されたものの組み合わせであるという、まあ、生物実験の方ではノトバイオートみたいな、内容のはっきりしたものという食品ではない、食品です。機能性は、その2つでない。機能を持っているということはわかるけど、まあ、企業が自分の責任で、こういう機能がありますと言って、消費者庁に届け出て、まあ、表示できるという。まあ、徐々にもう少し詳しく、次から見ていけばわかると思います。健康食品の問題、今、まあ、同じことが書いてありますけど、健康食品というのは広く健康の保持、増進に資するものとして販売利用される食品。日本、アメリカでは、健康食品に関する法律上の定義は存在しない。法で、健康食品をとかっていうのはないんですね。まあ、したがって、その法外な価格とかデタラメな表記が多くて問題になりやすいということです。で、厚労省は、健康食品の法律上の定義がないということで、まあ、概念としては、医薬品以外で経口的に摂取される。まあそうでしょう。食品ですから。健康の維持増進に特別に役に立つことを証明したんじゃなくて、まあ、企業が謳って販売すると。あるいはそういう効果を、まあそう書かれているので期待して摂取する食品全般を指すというので、性善説に基づいて、健康に役に立つだろうと。いうような食品全般を健康食品という、定義というか、まあ、コンセプトになっています。で、国の制度としては、これではあまりにざるで、抜け道が多すぎるので、国が定めた安全性、有効性に関する基準等を満たし、保健機能食品制度というものを作って、それに合って合致しているというものを言うんだということにしてあります。台形というか、形態としては粉末、錠剤、カプセルと、まあ、医薬品と似たものも多いということです。で、ビタミン等栄養素や動植物、抽出物を補給するものはサプリメントとも呼ばれるということです。で、効果、安全性に疑問もあるものもあって、2013年12月は、米国の研究者は、ビタミンやミネラル等のサプリメントは健康効果がない、あるいは健康に害があるというような結論も出していますし、日本医師会も、いわゆる健康食品には、まあ、成分を勝手に濃縮したり、医薬品成分を含んじゃってるものもあるということで、もう多いというので、効果を期待して過剰摂取等によって、有害性、あるいは危険性が出るということを警告しております。だからあまり、健康食品全体にとっては、まあ、定義もなくて、かなり甘いし、まあ、そのためにいろいろな問題を起こすので、あまり、ポジティブな評価をされていません。まあ、実際に健康被害事例として、スポーツ振興センターは、その複数のサプリメント摂取で過剰摂取しちゃったとか、あるいは、栄養成分、原材料表示には書かれていないドーピング禁止物質が入っているサプリメントがあるとかですね。さらに、その医薬品と違って、その GMP レベルの品質管理が非常に悪いと。あるいは、同一工場で複数の製品を作っている時があるんですけど、他の成分が混入するというような警告を発しています。まあ、事例としては、米国で、1989年から90年、昭和電工が作った、トリプトファンですね、ヒスアミノ酸が問題を起こして、被害総数1500件、死者38名を出したというトリプトファン事件がありますし、まあ、先ほど言った今回の小林製薬の紅麹で、5人が死亡、240人が、入院と。
いうことになっています。まあ、下に最近の健康被害件数を見ると、大体、報告件数で、40件、30件から40件くらい。製品数で見ると、まあ、20から60製品くらい。肝機能障害、発疹性皮膚障害、消化器障害といったケースが報告されています。それで、この転移を、まあ、決めて絞っていくときの元になった一つが、このひょ、しょ、しょ、食品表示法です。食品表示法というのは、ここにあるように、もともとあった、食品衛生法ですね。それから、農水省が出版していた JAS 法、それから健康増進法、それぞれにそこにあるように、規定されて、食品の表示すべき事項として、ありました。そこにあるように、例えば品質事項ではあれば、原材料名、産地名、内容量、原産地、原産国、その他、衛生事項としては添加物とか賞味消費期限、保存方法、アレルギー、製造所等、保健事項としては栄養成分、機能性表示というような、バラバラに書かれていたものをまとめて制定しようとしたのがこの食品表示法です。で、食品表示の、具体的なルールを定めているのが、消費者庁が管轄している食品表示基準。これが全てを決めています。まあ、3つの方法は合体したので、今まとめたように原材料、原産地等は、品質事項として JAS 法から匹敵してあります。だから添加物、賞味消費期限、アレルゲン等については、衛生事項として食品衛生法の方から持ってきてあります。から栄養成分品質管理ですね、機能性表示等については、保健事項として健康増進法から引っ張ってきたという形です。で、ちゃんと罰則もあってですね、その食品表示基準を満たさなきゃいけない、製造者も、加工者も輸入者も販売者も、違反を行った場合は罰則で、罰則については3年以下の懲役。もしくは300万円以下の罰金、あるいはその陛下ですから、両方、法人については3億円以下の罰金が課されることがあるということで、まあ、今回の場合は食品表示法違反ということになれば、小林製薬は3億円以下の罰金という、法人として対応が必要になるかとも思います。で、順次、こう、だんだん段階を置いてこう新しいカテゴリーができています。一番最初にできたのが、この、保健機能食品という、まあ、3つのものが入るグループですけれども、2001年の4月、特保はかなり前になりますけれども、保健機能食品制度というのができて、まあ、従来からあった特保に加えて、そうすると、ないですね。はい、こっちからか。保健機能食品というものを、まあ、特保プラス栄養機能食品というのが加わります。まあ、食品、表示法は先ほど説明しましたね。だから時系列から見ると、どっか表を作っておいた方がいいですね。かなりこう前後がずれる格好になります。2013年に公布されていますけれども、特保はすでに1991年に、できていて、2001年に、さらに栄養機能食品というのが創設されました。機能性表示食品は後でね、これ2015年ですね。もっと後ですけど。まあ、まとめて保健機能食品には3つのカテゴリーが結局できたということになって、これは新しいもの順に書いてありますね。機能性表示食品は、責任は事業者にある。事業者が自分で、調べて科学的根拠を示して、
効果が保険の目的で期待できる旨を表示して、売ると。で、事業者は消費者庁長官に届けて、その内容は公開されるけど、それで終わりということです。今まで。今度少し、厳しくなるかもしれません。栄養機能食品というのは栄養成分 表示に基づいて特定の栄養成分を持っているということで、後で栄養成分の範囲が全部決まっています。まあ、したがってこれはもう、届け出審査なしという格好になります。から、一番最初にできた、特定保健用食品、特定の保健目的に対して特定の栄養成分を摂取するという、まあ、これは医薬品に近い、準じてかなり厳しい、科学的エビデンス、実験データと、臨床データ、それから、審査が行われてきております。この3つが、保健機能食品、医薬品と異なって疾病の治療や予防のために摂取するものではないけれど、まあ、特保の場合には、ややそういう効果も期待されて作られています。ただ医薬品には入らない。食品の方に分類されます。もう一回ここで、一番上に食品表示法。時系列は別です。食品、表示基準、機能性食品表示制度といったようなものがあって、まあ、一般食品とまず分かれて、保健機能食品。大きなところは、一般の食品には機能性の表示はできません。これをやると違反になる。保健機能食品だけが機能性の表示ができて、その中に特保ですね。特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品と3つがあります。時系列はここに書きました。特定保健用食品、特保はもう1991年に厚労省が、所管で作って、後に消費者庁に、管理が移ります。から、保健機能食品の中の、これが特定保健用食品と、もう一個新たに加わったのが栄養機能食品で、これは2001年に、厚労省所管で作られまして、2009年に消費者庁に移っています。から最後に作られたのが、機能性表示食品。2015年4月に新設されて消費者庁の管轄と。まあ、したがって今は、保健機能食品は全部、消費者庁管轄ということになります。で、まあ最初から順番に見ていくと、特保、1991年、特定保健用食品、消費者庁による、今は厳格な審査を通過して、科学的根拠に基づく特定の健康効果が認められる食品ということになる。したがって、特定の健康のメリットを提供することがもう証明されて、健康維持、生活習慣病の予防などに役立つということで、まあ、先ほど予防治療は医薬だっていうけど、まあ、口から入る食品として、特保がまあ一部それを兼ねるような格好になります。血圧やコレステロールの低下、脂肪の吸収抑制等がある。特保の申請と承認プロセスは非常に厳しくてですね、科学的証拠に基づいて、機能を証明しなきゃいけない。企業は健康効果を持つことを示すために臨床試験とか研究結果を提出する必要があるというので、まあ、最低一歩以上の論文はいることになると思います。製品の安全性も評価されるということで、まあ、したがって、後の2つはマークはないんですけど、特保だけは、マークがあります。そこにある消費者庁許可、特定保健用食品という、このマークを、掲げることができます。1993年に表示許可第1号ができてから、今のところ2020年でも、特定保健用食品としての、表示許可承認されたのは1074品目。だいたい、最初のグラフにありました。そんなに数は増えておりません。だいたい1000台。まあ、特保、そういう格好で見ると、健康栄養に関する表示の制度で、特別用途食品。ここに、特定、保健用食品として入ってきております。
次が2001年に、できた、栄養機能食品です。栄養機能食品は特定の栄養成分が含まれて、その栄養成分による健康上の効能を表示できると。例えばビタミンとかミネラルとかです。ものが入ります。例としてはカルシウム、鉄、といったミネラル。あるいはビタミン C とかビタミン D。まあこれが豊富な飲料とかサプリメント。カルシウムを強化した乳製品とかビタミン C が豊富な飲料等も、ここに入ります。で、これについては、販売するために1日あたりの、摂取目安量が書かれています。当該栄養成分が定められた上限下限値の範囲内にある必要があります。ビタミン C なら、何ミリグラム以上何ミリグラム以下とか。一日にあたりはというなら、一日に一回摂取す、食べるのであれば、それを下回ってもいけないし、超えてもいけないということになります。基準で定められた当該栄養成分の機能だけではなくて、注意喚起表示等も必要になると。で、この機能食品については、申請許可を行う必要がない、自己認証制度です。まあ、そこにあるように、表示できる栄養成分というのは、これ以外のものはダメなので、脂肪酸は1種類、オメガ3の脂肪酸だから、DHA と EPA の2種類だけですね。あと、オメガ6になってしまいます。ミネラルは6種類で、亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウムだけ。ビタミンは13種類と。これが、含まれている、機能の、表示できる、栄養食品ということで、栄養機能食品という形になっています。まあ、入れるものが明らかになっているということで、申請許可をしないで自己認証でいいというのがこの特徴です。まあ、したがって、どのくらいの製品が、現在これの格好で売られているかというのは、よく分かっていません。栄養機能食品の特徴としては、栄養成分の機能を表示した食品である。カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です。鉄は赤血球を作るのに必要な栄養素です。で、許可届出は不要で、その代わり許可マークはありません。というのはほとんど自由です。ただし、表示できるのは脂肪酸1種類。オメガ3という種類としてですね、これね、ミネラル6種類、ビタミン13種類のみ、当該栄養成分量が定められた上限下限値の範囲内にある必要があると。1日あたりの目安量がある。許可届は不要のため、食品種数は今のところ、公表されていないということになります。最後、機能性表示食品。これは2015年に、認められたというか新設されたもので、企業が独自に行った科学的根拠なんですね。その客観性というところをどこまで保証するか、企業自社でやったところ、これに効きます。特定の機能があります。という、独自の科学根拠で特定の機能性を表示して、消費者庁へ届け出は必要ですけど、事前の審査は必要ないので、届け出ればそれで終わりというので、まあ、企業は、非常に、かつ、その企業の対象は、非常に健康に役立つ、サポートするですけど、何でもありで、頭の先から爪の先まで、足の先まで、何かの格好で、健康増進、あるいはサポートという言葉かけるのと、届け出さえすればいいというので、非常に一気に伸びているので、そこにある特報が、ずっと、1000件くらいで市場規模としても、4000億から徐々に減って3000億前後のところですけど、機能性は一気に立ち上がって、すでに8000億、まあ1兆円産業に近いくらいの伸びになっています。2021年現在、日本の機能性食品、
Japan's food with function claim。 そうなんですね。このクレームってちょっと日本語的にはなんかこう、いわゆるクレームって書くと、機能を表示するという、強調するという意味なんですね。ファンクションクレーム。FFC と呼んでいますけれども。表示システム制度に登録されているのが、3602品目ですけど、もう2023年5月末でもう7000件を優に超えているという、すごい伸び方です。届出数が増加しているにもかかわらず、すべての届出製品が市場に出回るわけではない。まあ、届け出ればいいので。2021年度、許可された FFC 製品のうち、で、上司されたのはほんの3分の1に過ぎないと言いつつもこれだけ伸びるということです。免疫健康、脂肪減少、ストレス緩和等、まあこういう分野をカバーした機能性食品であると。まあストレス緩和、かなり免疫機能向上、脂肪減少、まあいう書き方なんでしょうね、これね。やっぱり、まあ、いいのか。なんとなく、一個書き間違えると、そのまま、予防治療の方につながりそうな気がしますけども、まあ、市場を形成しています。大きい。特保と比べて手続きが容易で、対象となるヘルスクレーム、健康表示ですね。健康強調表示、機能性表示が広くて、利用者にとっては、容易に入られるということで、非常に伸びています。で、これがまあ行政的な最後で、今回の、まあ行政から見れば、機能性表示食品制度を作ってはあるけれども、まあ甘かったという指摘がまあ科学者の中から多くて、この4つを今後、機能性表示食品に、規制対象として入れようという、まあこれが答申で、まあ、認められれば、新しくこうなります。一つは健康被害情報提供の義務化。事業者が、まあ、健康被害が出た、あるいはそれが疑われた情報、まあ、ただしこれは、医師が診断したものに限ると。噂ではダメで。そういう情報がもし出れば、因果関係が不明でも速やかに、消費者庁長官、あるいは都道府県知事に、提供するということを、食品表示基準、食品表示法ができたときに、それの実効性として出した食品表示基準に、届け者の機能性表示食品に対する遵守事項として書き込むということになるので、これが通れば、事業者、機能性食品を売ろうとする事業者は、こういう情報を手に入れたときは、届け出なければいけないということになります。次、これがまあ、小林製薬では最大の問題だった機能性表示食品制度の信頼性を高めるために何をするというので、一つはその GMP を要件化すると。サプリメントについて GMP に基づく製造管理を、食品表示基準における遵守事項とするということで、これも、GMP レベルの、製造工程でなければいけないという、そこに挙げられます。必要な体制を整備した上で消費者庁が食品表示法に基づく立ち入り検査も行うと。から、まあ、今回の事件の経緯を反省して、その機能性、関与成分に関する裏付けとなる、その安全性、機能性について、科学者の専門家の意見を聞く仕組みを作ると。で、消費者庁で、届出時の確認により、をより慎重にして、表示基準に明示すると。また届けてた後何もしないということではなくて、定期的に自己評価公表を、遵守事項の要件とするということで、定期的に、まあ、年に1回か分かりませんけど、上司した業者は 定期的に自己評価公表が必要になるという、これが2点目です。で、3点目は、まあ、この時代ですから、情報提供の DX 化、消費者教育の強化。消費者の方も気をつけろっていうことなんですね。それから、
4番目が国と地方の役割分担で、まあ、実際には国のことが書いてあります。複数の重篤例が出た場合、あるいは多数の健康被害が短期間に出た、緊急性が高いということで、その流通形態から広域にわたる健康被害が生じる恐れがあって、全国的対応が必要。さらに、健康被害の発生基準が不明であり、まあ、なんとなくこう、広域食中毒の、別表17のところに書いてあるのに似てますけれど、発生基準が不明で、広域に起こって迅速な対応が必要で、高度な調査が必要な場合、国が対応するという、国が表に出るという、この4つが、制度を検討している委員会の答申として、まとめられたというのが数日前で、多分、反対する理由はあまりないので、今後の機能性表示食品に関してはその制度を改正して、この1234が、要求される、食品になるということかと思います。まあ、事業の元はこれだけだったんですけど、やっぱりその後、獣医ですから、あるいは VPP ですから、人の方だけではなくて動物用についても考えるべきではないかと思って、講義の振る舞いの時には喋れませんでしたけど、このスライドを5、6枚足しました。動物用保健栄養食品の問題として、動物用機能表示食品というのは、あるのだろうか、あるいは必要なんだろうかというところで、例によってチャット GPT-4 と、議論した結論をというか、結果を示します。まあ、これをもとに、先ほどのと合わせてディベートしてほしいと思います。まず、動物用機能性表示食品。こういうものは本当にあるのか、販売システムはあるのか、あるいはどこが認証するのかということをこう尋ねたんですね。そうしたら、ありますというのがチャット GPT の答えで、動物用機能性食品の販売制度は人間用の栄養補助食品や機能性食品と同様に存在する。これらの製品は、まあ、毛並みを良くするとか、関節の守るとか、免疫力を高めるというペットの健康のメリットを謳うと。で、米国は、この機能性食品の規制と認証は、例の FDA があります。フードアンドドラッグアドミニストレーション。それから、米国飼料検査官協会という、アーフコって、えー、えー、アーフコっていうのがあります。この管轄下にある。で、FDA は安全性と表示を監督して、販売表示が、未承認の医薬品とならないということを保証しています。これは食品と医薬品を分けにしています。だから、アーフコの方は、機能性食品を含む、飼料とペットフードのガイドラインと定義を提供して、異なる習慣で、州を超えて、アメリカはいつも、レギュレーションは州が多いんで、州間で統一された基準を保障するということです。各国には、まあ、これに相当する FDA、あるいは、アフコに相当するもの、あるいは動物用機能食品の認証と市販監督を行う独自の規制機関が存在する場合があった。まあ、ヨーロッパは特に、ヨーロッパのペットフード産業連盟、フィディアフっていう、これがガイドラインを提供していると。まあ、各国の獣医局、農務局も、それぞれ役割を持っているということです。で、まあ、これは、健康協調表示が誤解を招いたり、根拠のないものでないことを、まあ、保証するためのものであって、動物用のはもうすでにあるというのが、まず最初の答えでした。それで、じゃあ本当にその米国の、アフコとか欧州のフェリアフというののガイドラインって本当にどんな風になっているというのを聞くと、アフコの米国飼料検査官協会の動物用機能食品のガイドラインには、まあ、成分の定義、それから栄養学的妥当性、表示、試験プロトコルに関する詳細な要件が含まれていて、ということはかなり結構厳しくやってるということですね。成分の定義としては、動物用飼料に使用される成分の標準化された定義を提出、
提供して、動物に供与される成分の一貫性と透明性を確保するということをやっております。から、同じくエアフコは安全性と有用性の基準を、成分の定義をして安全性と有用性の基準を出しております。許容される成分を定義して、例えば、日本の人の方だと、栄養機能食品みたいに、脂質ならこれ、ビタミンならこれ、ミネラルならこれというような感じですね。その使用に制限を設けている。だからここから話はちょっと複雑なので、添加される物質はすべて、GRAS、Generally Recognized Safe ですね。一般安全と認められるステータス、承認食品添加物請願書、こうしたプロセスを経て、やんなきゃいけないって言うけど、動物用の添加物ってあんまり聞かないですけど、人間の方には当然、別途、食品衛生法の方で指定添加物があります。だから、機能性成分が定義限定するというのは、まあ、人の方で言えば栄養機能食品の方に入るので、もっと緩い機能性表示食品とややちょっとニュアンスが違うような気がします。だから、ペットフード安全法の原材料には、添加物表示を必要とするというのは書かれていますので、まあ、添加物はまた、ここでいうところのサプリメントとは、分類がちょっと違うと考えるので、ちょっと少しなんか、日本のシステムと必ずしも同じかなという印象を受けます。それから、表示要件としては、ペットフードの包装には、これはまあ、うちのペットフード安全法にあります。製品名とブランド名、対象動物種、調味料、保証分析値、成分表、栄養学的、妥当性表示、給餌方法、製造者名と所在地を記載しなければならない。ペット MD という。まあ、しかし、ここら辺は、なんか、機能性表示食品と、いわゆるペットフード安全法で決めた、その一般のペットフードの規定と、ほとんど差がない格好になっているので、機能性食品は、いわゆる、この辺が難しいところですよね。ペットフードの場合は、サプリメントもペットフード法には一応書いてはあるので、それに基づけばこういうことを全部要求されることになります。最近の更新ではパッケージの前面に栄養学的妥当性を明確に表示するというので、バックウォーキングという、尾っぽをペコペコ振りながら歩く、まあ、動物の好きな食品ですよということなんだかもしれません。人間の食品に記載されている栄養成分と同様に、詳細な保証分析を提供することで、ラベルをより消費者に分かりやすいようにしろという指導があります。から、栄養学的妥当性と給餌試験。ペットフードのラベルに記載されている栄養学的妥当性の記述は、アフコの、プロファイルに基づいていて、その餌が、成長期にあるか、繁殖期にあるか、生検の維持期かというようなことで、特定のライフステージに対してバランスが取れているかどうかを示すというので、なんとなく少し、その本来の飼料、の安全法で占めているのと、この機能性として分けたところと、なんか混じっているような感じです。ペットフード会社はこれらの主張を立証するために、エアフコのプロトコルに従った実験室での分析や給餌試験を行うことが、ベッド MD という、システムとかも会社もありますけど。から、さらに安全性とコンプライアンスということで、ペットフードが汚染などの事故を防ぐための安全基準に準拠していることを保証するということです。まあ、添加物は先ほど言いました。それから、ヨーロッパの方の欧州ペットフード産業連盟、PDEF という、これは特にここにあるように、そのガイドラインが、まあ、そんなにアメリカと変わってないということですけれども、原材料の安全性、栄養の完全性、表示基準等が含まれているし、まあ、特にここにあるように、例えばその、
サイエンティフィックアドバイサリーボードによる、意見をよく、受け入れて、どんどんと変えていってます。ニュートリションオブセナルドープ、だから、まあ、老犬とか成人犬への、栄養表示、機能食品というのには、こういうのが必要であるというようなのを、こう、科学者が出して、それを元に、こう、基準をずっとこう変えていくというようなシステムを取っているようです。で、だんだんこう分類がこう混乱してくるような感じで、動物用じゃあサプリメントは動物用機能食品に該当するかということをもう一回尋ね直してみました。その動物用サプリメントは動物用機能性食品とは別に分類されることがある。この辺からだんだんまた、うーんとなりますけど、動物の健康と福祉を高めるという点では同じである。ただ、その提供の形態と使用方法に差があるんじゃないか。どう差があるかというと、動物性機能食品というのは、基本的な栄養を超えた付加的な健康効果をもたらす食品で、動物用機能性食品は通常の食事の一部となるように設計されている。そうですかね。まあ、関節の健康や消化、特定の健康状態に役立つ栄養サポートを提供する。まあ、ここら辺で動物用機能性食品、機能性表示食品じゃなくて、機能性食品って言われると、さっきにその栄養機能食品であれば、ほぼこれが当たりますね。栄養サポートする特定の健康状態に対して、あるいは特保なんかもここに入ってきます。機能性食品は通常動物の主食に組み込まれるって、ここで、なるほど、サプリメントとはちょっと違うかもしれない。動物用サプリメントは通常の食事とは別に与えられると。そうかもしれない。通常の食事では十分な量を摂取できない可能性のある特定の栄養素や治療効果を提供することを目的としているっていうので、ここがまた少しこうサプリメントにはそうかっていう。でも、治療効果を提供しちゃうと、医薬品の方に入ってしまうという考えが日本の法律には結構強くあるという気がします。サプリメントには錠剤、粉末、液体など様々な形態があるというので、まあ確かに、主食の一部という形ではないですけど、そのビタミン欠乏、関節サプリメント、オメガ脂肪酸の補給、ここら辺に来ると、栄養機能食品に近いですね。特定の健康ニーズに対応するために使用する。まあ、日本では栄養機能食品に相当するものになっちゃうんじゃないかなとか、日本のその3つに分けたカテゴリー、細かいカテゴリーが動物に当てはめたとき、まあ、人間の中そのものでも、ここら辺のサプリメントのあり方については、まあ、多くは機能性食品という、機能性表示食品に入れてありますけれども、確かに最初の頃のこの表を見ると、サプリメントっていうのは日本は、分けて、ここにあるように、機能性を表示できるものが保健機能食品で、その他の、健康食品は、機能表示できない中に、サプリメントが書かれているので、サプリメントには、機能を謳ってはいけないということですけど、そんなことはない。サプリメントは結構皆さん、機能を謳ってるんで、なんかこの分類もあまり、まあ、ここですかね。健康食品の中には入ってるけど、いわゆる健康食品であって、機能食品としては表示できないというけれど、実際世の中に出てる多くのサプリメントは、機能表示食品なんじゃないかなという、この辺のその定義の難しさがなんとなくこうしっくりきていない気がします。し、このチャットの答えを見てても結構なんか混乱しているような気もします。また、続きですけれども、まあそうですね、保健機能食品のような、機能性を表示できないものの中にサプリメントが入ってるというんですけど、まあ日本はですね、動物用機能性食品もサプリメントも健康をサポートするために設計されているが、地域によって規制が異なる。米国は FDA とアフコが、サプリメントを完全なペットフードとは若干異なる規制で行っていると。まあ、違いはパッケージに記載された主張と製品の意図された用途を
の整合性を中心に展開するけど、サプリメントは、ペットフードよりは規制カテゴリーが、まあ、緩い、自由度が高いかもしれないというようなことを書いてあります。から、そのためサプリメントはその目的において機能性食品と類似している可能性がある。この辺で、チャットも結構迷ってますよね。主要な食事源というよりは補助的な用途と栄養素の特定の対象であるため、一般的には機能性食品として適格ではないというのが、まあ、サプリメント、機能性食品と分ける、点というけれども、まあ、それを厳密に言うならサプリメントは機能性表示はできないので、保健機能食品には入らないということになると、機能性、表示食品ではない、じゃあ何だということになるかもしれません。日本の機能性表示食品は主要な、食事源ではない。はい、補助的な用途に使う、補助栄養素が限定されていないという点では、サプリメントに入るので、サプリメントと機能性表示食品はかなりダブってきてもいいのかなというような気もします。はい。じゃあ本当に、じゃあもう一回考え直して、日本には動物用機能性表示食品という概念はあるか？聞くと、チャットはやっぱあるという答えです。日本では動物用機能性食品の概念は、人と同様に、一致してあると。そこでやはり栄養機能食品、ビタミン、ミネラル、脂質のような栄養成分の機能を食したやつで、市販前の承認は不要であるけれども、科学根拠に基づいて、届け出なし。審査なしで、まあ、性善説的にやる。まあ、それは入るものが決まっているからだ。だから特定保健用食品、特保ですね。まあ、ここはもう、なんか動物用機能性表示食品ということを尋ねたんですけど、こう一般的な人の方の、健康機能食品の方にの説明のようになっているような気がします。で、機能性表示。ここでなんか、また動物用かなというところもあるんですけれど、2015年に日本の場合は導入されたこのカテゴリーでは、消費者庁による個別の製品承認を必要としない。科学的根拠に基づくヘルスクレームです。健康機能表示が認められている。まあ、その通りですね。僕は定義として。ただし、企業は、販売前に製品の安全性と機能性表示の科学的根拠を含む通知を CA に提出しなければ、これはアメリカのことを書いてあるのかもしれません。USDA のフォレンアグリカルチャーサービス、アメリカ合衆国農務省、外国農務局ですから、米国の例があれば、米国に、機能性動物性機能表示食品として輸出するときには、この USDA のその FAS のこの基準を、この処理があって、それを満たさないと輸入させないと言ってるのか、ちょっと意味がよくわかりませんでした。で、最後、これが最後の質問で。じゃあ、日本で動物用機能性表示食品を所管する省庁はどこかと言ったら当たり前で、日本で動物用機能性表示食品を所管する省庁は農林水産省である。まあ、その次は当たり前で、この動物用薬品に関連する部分は、動物用医薬品等の規制があって、まあ、これは薬機法の方に書かれています。で、動物用機能性表示食品もこの省庁が関連する規制やガイドラインを提供しているというので、じゃあ、動物用機能性表示食品所管の農水省の規制と指針内容は何で、どこに記載されているかと聞くとですね、規制やガイドラインに関する情報は農水省の公式ウェブサイトを見ろと。まあ、そこには動物福祉食品安全、農業生産管理と、まあ、当然です。みんな書いてある。で、具体的な動物用機能性表示食品に関する詳細は、このウェブサイトの特定のセッションで確認することがいいでしょう。言うんですけど、どうも見当たらないですね。で、直接農水省関連の聞いたんだけど、そこを担当している、その動物用機能性表示食品を担当している担当官誰だっていうと、いや、思い当たらないって
で、ちょっとよくわかりません。ここはまだ向こうに問い合わせて、誰か専門にこういう分野をやっている人がいるのか、これから取り組もうとしているのか、あるいは、日本はもうペットフード安全法だけで、この現行機能食品的なものはもうサプリメントとして一括するか、あるいはサプリメントをペットフードの中に入れて、このようなものを作ってくるのか、今のところよくわかりません。まあ、ちょっとまとまりがなかったかもしれませんけど、まあ、この資料をスタートに有効な議論をしたいと思います。まあ、これから始まっていく危機管理学概論の一番目のモデルになるというので、一週間、いろいろ調べて、有効な議論ができることを期待します。以上で講義を終わります。